やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。私のチャンネルはですね、視聴してくださる方のたった2割しかチャンネル登録してないんですね。8割がチャンネル登録なしでの視聴なんですよ。面白かったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひぜひ。はい。占いのお笑い担当です。はい。今日のお題はじゃん。4月から6月、新型コロナで一番注意すべき地域はどこなのかということで、ちょっと地域ごとに占ってみようと思います。はい。どんどん行きます。まず、北海道。はい、ズバッと出ました。北海道が過去のところに暴走してるので、過去流行りましたよね、北海道ね。多分それだと思います。現在、ジャスティス正義なので、厳しい、措置が取られているので、あれなんですけれど、近い将来、この先の近い将来が釣り人の逆なので、ちょっと厳しい状態が続くかな。我慢とか、自己犠牲とか、すっごいうるさいね。他の部屋の子供たちが、すいません。あーって騒いでる。自己犠牲なので、無意味な自己犠牲みたいな。なんかね、ちょっと大変釣り人の逆。で、どうしたらいいかが太陽なんですね。明るい気持ちを持ってください。うん。ということで、あんまり、まあ、この数字も見ようね。マイナス、釣り人、マイナス12。北海道厳しそう。次、北東北。あれ、岩手ってもう出たんでしたっけ？まだ出てない。岩手様。ズバッと出ました。北東北は、過去は太陽なんですよ。まあ、あんまり出てなかったからね。で、現在のマジシャンの客、あんまりよろしくない。そして、近い将来、なんとタワーが出てしまいました。ね、爆発的な感染が出ないか心配です。タワーは16、マイナス16。タワーの逆。うん。で、どうしたらいいかは、法王のカードなんですね。まあ、法律、上の言うことを聞きましょうか。ね。なので、静かにして出歩かない。まあ、これですね。はい。そして南東北。はい、南東北行きます。私、仙台が第二の故郷なんですよ。仙台は結構長く住んでました。大好きです。今から日本全国好きなとこに住んでいいよって言われたら多分仙台に住むと思います。そのくらい好きですね、仙台。岩井俊二監督も好きです。すべてが好きです。スキーも大好き。広瀬川沿いの緑も大好きだし、芋煮もいいし、いいね。ああ、すごいね。プロレスやってんじゃん、2階で。はい。仙台じゃない。南東北。南東北は、なんか過去のところに崩壊が出てるんですよ。そんなになんかありましたっけ？そんな感染した？で、現在が力のカード、なんかやる気をなくす。で、未来がジャッジメント復活なので、近い将来はあんまり心配がなさそう。で、どうしたらいいか、皇帝のカードなので、まあこれも上の言うことを聞いておとなしくしてましょうなんですよ。裁判じゃない、審判。プラス20。はい。次、北東北。はい、北東北もズバッと出ました。過去にジャスティス正義で、まあ、厳しめのなんか対策が取られていて、現在が忍者のカード。まあ、みんな結構慎重に行動しているかな、考えて。で、近い将来スターなので、希望。そんなにひどいことにはならないかな。うん。まあまあ、希望を持っていてもいいかな。で、どうしたらいいか。マジシャン。こういう時にマジシャン、
どうしたらいいか。家の中でできる楽しいことでもしてましょうかね、マジシャン。じゃあ、スター、星、17、プラス17。南関東。さあ、我らが南関東、東京を含む。はい、ズバッと出ました。過去が女教皇なので、まあ、比較的冷静に皆さん行動しているかな。で、現在が死からの再生なんですよ。死からの再生。今まで死んでて良くなるってこと？今がピークなのかもしれない。なんかね、最近4月がピークだって言ったり、6月がピークだって言ったり、私がコロコロ変わってるんですが、なんか今が一番悪いのかもしれない。そこから今這い上がろうとしています。そして将来、近い将来が運命の輪の逆なので、アンラッキーはもうちょっと続くかな。マイナス10。あ、で、どうしたらいいかが戦車でした。戦車、まあ、できることをぐいぐいやっていきましょう。皆さん積極的に。積極的にやるも何も、なんか引きこもることを積極的にしましょうくらいしかないけどね。北陸。ね、福井が、東京に次いで人口あたりの感染者が2番目っていう。はい、ズバッと出ました。北陸は過去に、皇帝のカード、リーダーシップが出てるんですよね。石川のリーダーシップはなかったはずだけどな。ねえ、なかったはずだけど。誰のリーダーシップだろう？そして現在のところラバーズなので、これいいカードですね。現在あんまりもう悪くないみたい。で、近い将来がムーン、月なので不安です。将来がちょっと不安。どうしたらいいかが力のカードなんですね。で、これ女の人がなんか主導になって、ぐいぐいと引っ張っていく感じなんですけれど、まあみんなで声かけ合って、積極的に頑張っていこう、引きこもりを。なんかどうしたらいいかのところがやめようかな、もう。こじつけになってきたよ。ムーンですね、ムーン。カードの意味としては悪いんですよ。でも正位置なの。難しいね、これ。18でしょ？これは、こうなんだけど、プラスなんだけど、悪い意味なのよ。不安って意味なの。どっちに取ろうかな。ちょっと後で考えよう。チューブ。はい、ズバッと出ました。チューブがですね、過去のところで、心とかお金のバランスが崩れていますね。過去にちょっと流行ったっけ？流行ったよね、チューブね。愛知。そう、愛知だよ。で、現在がムーン、月のカード。そして、近い将来は死からの再生が出ています。なので、チューブをもうちょっとしたらピークが来て、再生し始めるかな。で、どうしたらいいか、デビル、悪魔のカードなので、また、油断すると感染がまた広まりそうなので、油断しないでっていうことですね、これは。これ、どうしよう、こっち。これ、悪い意味だから、こうしとこう。で、これは、死神の逆で、これだと悪い意味なんだけど、逆だといい意味で、13。これもマイナスだけど、プラスの意味です。死神の逆。はい。そして、禁忌。はい。ズバッと出ました。禁忌は、過去に力のカード。何か、こう、ぐいっと力強い対策が取られて、まあ、大阪ね、知事がいいからね。で、現在が法王の逆なんですよ。
なので、なんか無秩序とか、大阪頑張ってそうだけど、なんか他の県とかどうなんでしょうね。なんかモラルがないとか、そういうのが出てます。そして、でも近い将来はジャッジメント復活、審判。なので、なんか成果は出そうですね。いいカードです、とても。で、気をつけてっていうのがです、死神なので、これもなんか油断すると一気になんか最悪なことになりそうなので、気を引き締めてください。はい。プラス20。南東北でしょ。はい。そして、中国。はい。ズバッと出ました。中国全部いいカードだった。過去が皇帝のカード、リーダーシップ。で、現在がジャスティス、正義。厳しめに何かしてますね。制裁してますね。そして、近い将来、女帝のカード、豊かさとかなので、なんか、平和な感じがしますね。全体的に。で、どうしたらいいか。対策は釣り人のカードなので、まあ、我慢の時です。これはまあ全国にいるんですけど、我慢すること、耐えることを今はしましょう。はい。プラス3。はい。四国。四国、今なんか保育園でいっぱい、保育士さんとかが流行ってるけど。はい。ズバッと出ました。四国は過去が釣り人、まあ頑張って、自分を犠牲にしてなんか頑張ってますね。そして現在がフール。なんか気が緩んだりしていませんか？旅立っちゃってませんか？大丈夫？四国の人出歩いてない？そして、近い将来ジャスティス、正義の逆なので、バランスを崩すとか、まあ正義の逆、不正義、優柔不断。あんまり良くないカード。で、どうしたらいいか。全体的になんか不安な感じが続きそうです。正義、ジャスティス、11。マイナス11。正義、逆。で、九州なんかひどいので、なんとなく北と南に分けてみますね。九州の北側。はい。ズバッと出ました。九州の北側は、まず過去が摂政の逆なので、節度がなかったとか、やんちゃしてましたか、皆さん。ね。そして現在、寛政の逆なので、世界の逆なので、まだまだ対策が足りない。もうちょっと我慢しましょう、皆さん。そして、近い将来はスターなので、そんなに感染はひどくはならないかなっていう感じですね、スター。で、どうしたらいいか、ジャスティス、正義。各家庭、厳しい判断でいきましょう。迷ったら、厳しめ側で、ここ行っていいのかしら、これしていいのかしらと思ったら、まあ、いや、しない方がいいんじゃないっていう、厳しめの判断でいきましょう。はい、スター。じゃあ南の東北じゃない、南の九州の南側。はい、ズバッと出ました。九州の南側は過去に女帝の逆なので、南側の九州の人も結構なんか出歩いたり、わがままにしてたかな、若干。で、現在は戦車のカードなので、ね、みんなで目標に向かってちゃんと心を決めたかな。そして、2、3ヶ月後、近い将来は運命の輪なので、一時的なチャンス。まあ、そんなにこれも広がらないと思います。感染、そんなに爆発的には増えないと思います。どうしたらいいかとか対策。月のカードなので、まあ不安感はずっとあるかな、この地方も。はい。運命の輪。
プラス10。はい。そして沖縄。ね、石垣島でクラスター発生かみたいなニュースがあったけど、沖縄。はい、ズバッと出ました。沖縄は過去はマジシャンなので特に悪くないカードです。そして現在が忍者のカードなので、まあ、やっぱりあの石垣島のやつはね、出たかな？出るかな？これから。うん、悪いカードです。でも近い将来、ちょっと先2、3ヶ月後は戦車のカードなのでみんな一致団結して、そんなに悪くないですね。プラス7、どうしたらいいか、力のカード、どっかでも出たね、力のカード。引きこもることに頑張りましょう。皆さん協力してね、はい。戦車、プラス7。はい。ということで、出揃いましたが、不安なところからいきましょうね。注意すべき、ナンバーワン、ザザン、北陸。不安な知事のいる石川とね、対人口の感染者がとても多い福井がいます、北陸。そして、注意すべきに、北東北。なぜ？北東北で何が起きるのか。そして3位、北海道。4位、四国。で、次は南関東。はい。ということです。あとはね、なんか、安心してもいいよっていうのは、なんか、今の状況で言葉が違うと思うので、まあ、この赤字だったところも引き続き気を引き締めて、ね、引きこもり生活を引き続き頑張っていきましょう。気を緩めると多分またわーって増えちゃったりすると思うので、ね。皆さん大丈夫ですか？不安な気持ちになってませんか？イエイ。また今日も安心とか何か一つでも希望の明かりが心に灯ったらいいなって願ってる玉木です。はい、皆様頑張りましょう。ではね、バイバーイ。